他の様々な分野と密接に関連している。人は数百兆個の細胞からなる多細胞の進化生物である。ただし人体を構成する細胞の数については諸説あり、幅広い値が提唱されている。種として見ると、人は霊長類に属し、高度に発達した脳によって霊長類の他の種と区別される。人は多細胞の動物であるが、 生物学的プロセスの多くは、酵母などの深核単細胞生物や、さらには、原核生物とさえ共通している。人と酵母の生物学的に最も大きな違いの、一つは、酵母は単細胞生物であるということである。酵母は分裂し、新しい個体を作ることができる。人も、発生の初期は受精卵という一つの細胞であるが、細胞分裂し、肺になる。 初期の肺は全能性幹細胞であり、後に全能性を失って、心臓、肝臓、筋肉などそれぞれに特有の細胞になる。全能性を失う過程で、ある遺伝子は発現が止まり、またある遺伝子は発現が高まるが、この過程は複雑に制御されている。結果的に、それぞれの細胞は特有の組織になり、それぞれの機能を果たすことになる。 また全能性を失う過程で細胞の大きさ、形、極性、代謝活性、シグナルへの応答など物理的な性質も大きく変わる。成長後の人の体は多くの種類の細胞で作られている。筋肉細胞は筋肉組織の一部になるように細胞は共通の機能を持つ細胞の集まりである組織を形成する。同様に、 関連する機能を持つ組織は集まって、機関を形成し、関連する機能を持つ機関は集まって、機関系を形成する。人は、これらの機関系に依存して生存していると言える。人の機関系の主なものは、次のようなものである。受精細胞から、完全な体に至る過程を研究する学問は、発生生物学であり、人体の構造を研究する学問は、人体解剖学。 機能を研究する学問は人体生理学である。また人体が抱える疾患について研究する学問は医学である。ありがとうございます。